レッドボット、ラッドボット、レッドバットとも表記する。フリースラント・フランク戦争の中で、フランク王国に支配される、以前のフリースラントの独立を守った最後の王とされる。716年のケルンの戦いで、フランク王国救済カール・マルテルを破ったが、その後、カール・マルテルが巻き返す中で719年に死去した。当時のフリース人が、 指導者をいただく体制は他の一般的な中世ヨーロッパの王権と異なるため、レッドボットラフリース人の指導者の称号は文権によって異なる。フランク人の文権ではこう、その他では王と呼ばれている。これは異教文化の中にあったフリース人とキリスト教家していたフランク人の王権に対する考えの違いと捉えることもできる。宣礼を受ける直前で拒否する。 レッドボットを描いた詩集。なおこの詩集内では、ウルフラムの名がウィリブロルドに置き換えられている。カタラインコンベント博物館、ユトレヒト全王のアルドギスルが、キリスト教を受け入れたのに対し、レッドボットは異教を復活して、キリスト教を弾圧し、フリース人をメロビング朝、フランク王国の支配から解放した。しかし689年、ドレスタットの戦いで、 救済ピピン2世に敗れ、スヘルデ川からフリー海峡までの西フリースラントを割上した。690年から692年までの間にフリースラントの中心地だったユトレヒトがピピン2世の手に落ちた。これにより、ライン川から北海に至る重要な交易路がフランク人のものとなった。この後レッドボットは敗北を続け、697年に ヘルゴランド島もしくは東方の現在フリースラントと呼ばれる地域に撤退した。この頃ウィリブロルドによってフリースラントにキリスト教の教区が設けられ、711年には彼の仲介によってピッピン2世の息子グリモアルド2世とレッドボットの娘テウレシンダが結婚している。714年にピッピン2世が死去すると、 ラットボットは戦争の主導権を取り返した。ウィリブロルドラ・キリスト教聖職者は南方へ追放され、さらにかつての敵だった、フランク王・キルペリク2世位、ネウストリア救済ラガンフリドと同盟して、アウストラシアに侵攻した、レッドボットは七百十六年にピピン二世の後継者の一人、カール・マルテルをケルンの戦いで破ったが、直後のアンブレーブの戦いで敗北し、後に、 フランク王国への従属を余儀なくされた。レッドボットは719年に死去した彼の後継者たちはフランク人に対する抵抗を続けた。晩年のレッドボットは彼が軍勢を編成し始めたという知らせが流れるとフランスが恐怖に覆われたと言われるほどに強大な勢力を持っていた聖ボニファティウスの二度目のローマ行の間にマイセンス大司教ウルフラムが レッドボットの回収を試みた。レッドボットは洗礼を受ける直前まで行ったが、天国に行っても、自分の先祖は誰もいないであろうと聞かされて、回収を取りやめたと言われている。レッドボット10世紀初頭のユトレヒト司教、ラドバウド・ファン・ユトレヒトは、レッドボットの子孫である。彼の名前は、内名編のラドバウド大学に付けられている。リハルト・アーグナーのオペラ、ローエングリンでは、 主要人物オルトルートの父として、レッドボット、フリース人の支配者に言及する。レッドボットは作品の時代設定である、ハインリヒ一世の時代より150年以上前に死去しており、実際に彼の娘がこの時代にいたとは考えられないが、オルトルートは異教の神の名を呼ぶまがまがしい人物として描かれており、ここに異教世界としてのフリースラント像を見ることができる。 ハリー・ハリスンの SF 小説、ハンマーと十字架では、レッドボットは、キリスト教の宣教運動と戦う、異教教団の創設者として描かれている。2018年には、オランダで、ロエル・レーネ監督により、レッドボットを史実に基づいて描く映画、レッドバドが制作された。日本では、劇場未公開で、DVD スルーされた。ありがとうございます。